政府の規制改革会議は原則禁止されている保険診療と保険外診療を併用する混合診療について患者の要望に応じて個別に認める新しい制度を提言しました現在は保険外診療を受診した場合原則として医療費を全額負担することになっていますこれに対し規制改革会議は患者の治療の選択権を拡大するため 医師の十分な説明を受けた上で選択した保険外診療については保険の適用を認める新たな仕組みを作ることを提言しましたこれによって国内では未承認の医薬品およそ200点などが利用しやすくなりますただ厚生労働省は安全性や有効性を確認する必要があると慎重な姿勢を見せています